認知症の方でアルツハイマー型認知症の方では初期の段階から血流が落ちてくる場所っていうのは脳の場所っていうのがある程度分かってるんです。昔だったら大きな大学病院しかできなかった検査がこんな僕たちみたいなクリニックでもあっという間にできちゃうってすごいですよね。あと脳全体 その血流自体を測ることができます。血流ですか、はい、先ほど血流が悪くなってとか白く見えるって話したんですけど、はい、血流自体を測ることができるんですね。脳にどれぐらい血液が流れてるかっていうのが分かるんですけど、はい、こんな風にこうちょっとこう色つけて、はいはい、今体温測定するとそう似てますね。確かに青緑で表されますあれはサーモグラフィーなんですけど、はい、ちょっと似てますが、脳の血流がいいところは赤く見えて悪いところはちょっと青っぽく見えるっていう。例えばこの方は、ここに脳梗塞があるのでこの前の部分前頭葉の部分の血流が悪いのは分かるんですけど、横の部分はですねこの画像で見ると全く左右差はないんですが、血流を見ると、右側は赤いですけど左側が青いわけなんですね。左側の血流が落ちてるっていうのが分かるんです。認知症の方でアルツハイマー型認知症の方では、はい、初期の段階から血流が落ちてくる場所っていうのは脳の場所っていうのがある程度分かってるんです。後部帯状回っていうところから節前部っていうところなんですけど、でこの間たまたま10代の子の血流測る機会があって、そしたらめっちゃ真っ赤っかみたいな。じゃあアルツハイマー型の人どんな感じで見えるかっていうと、かなり血流落ちてるわけなんですね。こうして比較するとよく分かりますね、はい。あと血管自体を見ることができるんですけど、これは細かく撮った1ミリ刻みで細かく撮った写真で、血管の部分がこう太い血管が白く見えるわけなんですね、はい、この白く見えてる太い血管だけを抜き出してきて、またこれをコンピューターで再合成するわけなんですね。そうするとこういう画像になるんですよ。はい、前から見た写真とか、これは横振りですね。横にこう振って血管の状態を確認する。こう細くなっているところなんかも分かるわけなんですね。この方もここが細くなってきたりとか、ここが詰まりそうになっているとか、そういう動脈硬化性の変化で先ほどの脳梗塞になりそうになっているようなところがある程度把握できたりするんですけど、昔だったら大きな大学病院しかできなかった検査が、こんな僕たちみたいなクリニックでもあっという間にできちゃうっていう、これすごいですよね。でもこれが1回の撮影で、しかも痛みもなく、痛みないですね。5分から10分ぐらいあれば、そうですね、まあ、全部入れて10分以内では撮影できると思います。はい、やっぱり分かりやすく説明できるようにいろんな資料を準備して、あなたはこういう状態ですよとか、今はこうだけどとか、そのあたりが分かるように一生懸命説明するので、ぜひ何かあったら相談していただければと思います。今回はMRI で分かることについて教えていただきました。皆さんもぜひ参考にしてください。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。